ーマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、ヘイテンくんです。本日は島根県益田市にありますマンモス益田店さんに来てますということでね、こちらのお店、開いてこちらのお店、初来店ということでね、最近ね、この遠征してね、初来店、よく、なんか調子良かったのでね、最近ね、ちょっと勝てない。ここはね、トータル収支もちょっとね、やばい方向に向かってるんでね、今日は、頑張って勝つために、早速、行ってみたいと思います入店入店、入店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 やってきましたマンモス益田店さん、それでは早速店内で食べに行きましょう。はい、ということで行きます。すいません、失礼します。失礼します。こちらね、スロットコーナーね。ということでスロットコーナー見ていこう。あ、シンデレラブレードあるね、すごいあるよ。ほんとね、これをね、32ゲーム周期なんでね、これを打つのもありかなとか思ってたんですけど、ほんとね、最近やばいやばいんでね、ちょっと打てないかな。あ、すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、モンハン T シャツですね。あ、どうもありがとうございます。ということで、あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えいえい、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい、いっぱいあるよ。ゼロゲームやめしてる番長とかね、あってもちょっとやめようかな。オス番長もいっぱいあります。ということで、やっぱここかな。そっとしてはナンバーワンジャグラーとかないかな。18の19 10の12。弱いね。おはようございます。あ、本当ですか。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、じゃあちょっともう一回見ていきます。まだいけるか、ちょっと見て。あ、そうですね、あとちょっといける。 あ、そうです。あ、どうも。あ、どうもありがとうございます。えいえいよくご存知で知ってるんだねびっくりした。あ、ということで見ていきましょう。いい台はね、やっぱね、えいえいですけどね、正式には残念、あの台の方がいいのかな。じゃあせっかく、あー、どうもありがとうございます。お客さんが、あ、どうもございます。はい、やめんかなーなんてやめんかなーなんて言ってた。いいんすか、本当に。本当すか、マジですか。ありがとうございます。ありがとうございます。当然素晴らしいね、すごい。6887回転、ボーナスの合成がなんと65回。間違いなくいいね、本当にいいねただね、こんだけいい台をもらってね、光らないとね俺の引きようがせっかく譲っていただいたんで、こいつで、こいつで行ってみたいと思います。えいえいはい、ということでね、優しいお客さんがいい台をね譲っていただいたんで、こいつね買っちゃいたいと思います。こんないい台で光らせなかったらやばいね逆にプレッシャーということで行ってみたいと思います。お座り一発チャンス、残念。まあね、ぶどうはね、必ずしも。ぶどう6、7回に1回出るわけではないから、村がっからね。ああ、逆にピンチ。こんな、おー、やっぱいい台は違うね。あざっす、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 あざっす。会いたかった。やっぱいい台は違うな、もう一回やぞ。ああ、負けたんだね、負けたんだね、負けたんだね。まあ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 、まだ時間ある、安心した。これで光らせらんなかったら本当に引き輪なんじゃないかなって感じですけどね。まあ引き輪は間違いないけど、行ってみたいと思います。1ゲーム連チャン、チャンス、残念。
さあ来い、ジャグーレン、ジャグーレン、クダウン、ジャグーレン、クダウン。あ、やばいよ、ホタルの光が流れました。ブドウ、あ、残り5分、ブドウ、やばい、あと13枚で飲まれてしまう。はい、残念、やばい、あと2分ぐらい、3分ぐらい、あー、ラスト、あー、危ない、粘る、あー、追加投資、飲まれた、飲まれた、もう一回光らせようぜ。おー、光った、あざす、あざす、あざす、あぶない、会いたかった、ビッグでお願いします。あ、やったー、せーあぶねー、あれ、ここどこだったっけ、マンモス、マスだね、いい店だね、あ、いい店だね、間違いない、あ、いい店だ、いい店だね、やっぱビッグイコールいい店だ、あぶねーな、せー、叩く、光る、当たる、単純だけどそれがいい、しかも単純の中にね、あれですよ、結構ね深いものもありますからね、リール制御だったり、やりましたーということで、残念ながらなってしまったんで、これにて終了とします。じゃあ1ゲーム連チャンチャンスはできないけど、え、即やめもね最高の勝ちパターンですから、追加投資して結構すぐに光ってくれたんでね、何枚あるのかな、ということで早速流してみたいと思います。えいえい、じゃあ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 365、はい、ということで今回の結果365枚、やった、はーい、実践終了、実践終了、やったー、ということで今回の閉店くんアイムジャグラー EX を打ちまして、投資枚数が100枚の獲得枚数がなんと365枚ということでプラス265枚です。やりましたいやね、ほんとね、案内いい台でね一回も光らないとかね前にもあったんでね、あ、今日も光らないかなと思ったんですけど、なんと2回もね、やっぱいい台は違うね、うん、ということでね2回光らして、レギュラーのビッグでね365枚でプラス265枚という結果になりました。ということでね、よく光っちゃう、こちら、マンモス増田店参戦でをちょっとだけ、なんと8月の末ぐらいにですね、あのグランドオープンしてから4周年ということでね、あ、そうそう、そのあたりもね、そのあたりにね、あの噂のパチンコ AKB48 入っちゃうんじゃねえのみたいな感じなんでね、その辺の情報はですね PR と、あとはメール会員になってね情報をゲットして、ぜひこちらマンモス増田店さんに来ちゃってください。あとですね、その後9月の頭ぐらいですね、あのプロ雀士美人姉妹のお姉さん二階堂ルミさんがね来るらしいんでね、そちらの情報も PR とあとはメール会員になってね情報をゲットして、ぜひこちらマンモス増田店さんに来ちゃってください今回僕は勝ちました次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も次回も勝っちゃうよ、えいえい。